おはよう、こんにちは、そしてこんばっけん。どうも、私バッケンでございます。さあ、今回はですね、また久しぶりにプレイ動画ということで、ゲームをね、最初からクリアまでやっていきたいと思います。で、今回プレイするゲームなんですけども、この画面を見たらね、わあ、あのソフトかと懐かしいなと思う人もいるんじゃないでしょうか。今回は PC エンジンのソフトを選んでみました。さあ、こちらですね、台東から発売しましたカダッシュ、こちらのゲームをクリアまでやっていきたいと思います。それでは行きましょう、スタート。何人でと、これはもちろん一人用ですね。で、キャラクターがですね、この戦士、魔法使い、僧侶、忍者と4つのキャラクターから選べるんですが、クリアをね、一番簡単にするなら忍者だと思います。ただ今回は一番主人公感のある戦士を使ってプレイしましょうか。よくぞ来たバッケンよ。わしは勇敢なる者が現れるのを心待ちにしておったぞ。お前も知ってると思うが、ここディザール国はその昔平和な楽園じゃった。しかし平和を乱す悪魔バーログが現れ、わしの一人娘である王女サラサがさらわれてしまったのだ。そなたならわしの娘を、いや王女を救い出せると確信しておる。では行け、バッケンよ。ということで、ストーリーは非常にわかりやすいですね。魔王バーログを倒して、王女サラサ姫を助けるという、いわゆる王道ファンタジーものって感じですね。ただゲームは普通のロールプレイングではなくて、アクションロールプレイング、サイドビューなんで、イース3なんかをね、ちょっと思い出す人もいるんじゃないかなと思うんですよ。もともとはね、アーケードのゲームで、もう私もね、よくやりましたよ、駄菓子屋筐体で。当時すごい好きでした。あの頃ゲームセンターで本格的なアクション RPG っていうのは珍しかったんじゃないですかね。それこそね、経験値を貯めてレベルアップすることもできますし、あとお金を貯めてね、武器とか防具をね、新しく買い揃えることもできるので、これがね、すごい斬新だったと思います。さあ、それではね、先ほどレベルアップが可能と言ったので、ここでね、ちょっと経験値を積んで、今レベルが上がりましたけども、レベルがね、推奨では5と言ってるんですけども、私はレベル6まで上げたいと思います。さあ、レベル6まで来ましたね。ちょっとダメージを受けすぎてしまいましたけども、ではボスの方に向かっていきましょう。ちなみにね、アーケード版だとこうやってひたすらずっとレベル上げをするっていう行為ができないんですよね。なぜかというと、制限時間があるので。ただこの PC エンジン版は、コンティニューができなくなった代わりに、こうやって制限時間が撤廃されたので、今みたいな安全に戦える場所だとレベル上げができるようになったんですよ。これがね、かなり大きくて、それこそアーケード版と同じようなペースでどんどん進んでいくと、もうこんなの絶対クリアできないわと思うぐらい難しいんですが、ちゃんとこうやってレベル上げをやっていくと、正直ね、めちゃくちゃ簡単なゲームなんですよ。もしかしたらアーケード版も計画的にレベル上げをしていけば多少印象が変わるかもしれませんね。それは機会があればやってみたいと思います。って言ってる間にボスですね、ブラックプディングが現れた。さあ、このブラックプディング、いわゆるスライムの集合体ですね。これもね、忍者とかだったらもう簡単倒せるんですけども、さあ、これでようやく倒せました。ダメージは結構食らってますけど、意外と余裕がありましたね。よくぞ参られた。わしはこの祠でそなたのような勇者が現れるのをずっと待っておったぞ。これからの旅は厳しくなるであろうが、そなたの勇敢な心で邪悪なる力に打ち勝っていくのじゃ。今こそ封印を解いて死んぜよ。さあ、これでようやく新しい場所に行けますね。で、着いた先がこの知らない人の家の中っていうね、
なんでこんなところに扉を作ったんだろう。ここはマリネードの村です。いや、なんでそんな冷静な。いや、ここの町でまずは回復をしましょうか。安いね、50ゴールド。しかもレベル上げの時にお金をだいぶ貯めたので、しばらくお金に困ることはないかなと思います。続いて新しい装備を、ちなみにこの武器屋、武器と防具が売ってるんですけども、これ装備できる職業はちゃんと決まってるんですよね。で、戦士なんでこの剣と鎧だけ買っていきたいと思います。ちゃんとこうやってね、見た目変わるんですよ、装備を変えたら。ここら辺はなかなか芸が細かいですよね。で、町の人これ基本的にほとんど話さなくても大丈夫なんですが、一部重要なキャラクターがいるので、そこだけ話していきましょうか。旅の人、わしの話を聞いてくれるかの。ある日、家の前に一人の娘が倒れておった。聞けば娘の親はおらず、腹をすかしているという。わしは不憫に思って娘を引き取り、我が子同然に育ててきたのじゃ。優しくて働き者の良い子じゃった。その娘が今生贄としてクラーケンの住む洞窟にいるのじゃ。どうか娘を助けてくだされ。ということで、ここに住んでいた若い女の子がクラーケンに生贄にされてしまったので、助けに行くというミッションですね。ではまずはここで道具屋ですね。ここで薬草と、あと右にあるのはいわゆる毒消し草ですね。これを買えるだけ買っていきたいと思います。何個ぐらい持てるのかな、数えてないけど多分9個ぐらい持てるんじゃないかな。7つ目かな、8つ目、多分8個か9個か。薬草の回復量めちゃくちゃ少ないんですけども、ただ自動で使ってくれるのでね、非常に助かるんですよ。では続いての洞窟、当時ゲームセンターでやってた時はね、この辺でいつも詰まってましたね。あと PC エンジン版もそうかな、この辺でいつも脱落してたかな。今思えば同じ場所に留まってレベルアップをするっていうのは当たり前っちゃ当たり前なんですけど、なんかね、あの頃は思いつかなかったんですよね。なんかアクションゲームっていう感覚に近かったからかな。ということで、ここで、レベル上げをしていきたいと思います。5つぐらい上げようかなと思うんで、レベル11までちょっと上げていこうかなと思います。さあ、目標のレベル11になったので、ストーリーを進めていきましょう。だいたいね、30分ぐらいあれば、30分もかからないかな、レベル11ぐらいまでは上げれると思います。忍者だったらね、多分レベルもう一個少なくてもいけるとは思うんですけども、戦士はね、やっぱ若干ちょっとハードルが高くなっちゃうんですよね。上手い人ならそんなことはないんでしょうけど、何せね、このゲームコンティニューがないので、安全に行くに越したことはないと思います。その低レベルクリアとかね、ギリギリ狙っていくとか、そういうことでもしない限りは。ちなみにこうやって下突きもできるんですよね、このゲーム。ただ上突きはできないんですよ。ちょっとこの下突き見るとドラゴンバスターとか、あとリンクの冒険をちょっと思い出しちゃいますね。さあ、ここに入ると出ました、クラーケンだ。クラーケンが現れた。クラーケンってなんかイカのイメージがあったんですが、タコなんですね。ただね、めちゃくちゃ弱いんですよ、ここまでレベル上げると。どなたか存じませんが、助けてくださってどうもありがとうございます。おばあさんをご存知ですの？そうですか、おばあさんに頼まれて私を助けに。話があります。
私についてきてくださいませんか。さあではついていきましょう。ちょっとこの女の人見た目がバリスの優子とか、あと音梨京子さんに似てますね。島本すみさんが声を当てそうな、なんかそんな風に勝手に思ってしまう。あ、女の人がなんか水の中飛び込みましたね。ご覧の通り、私の正体は人魚です。私は人間の暮らしに憧れて地上界に降り立ちました。そしておばあさんに嘘をついて家に置いてもらったのです。おばあさんはこんな私をとても可愛がってくれました。そんなおばあさんや親切にしてくれた村の人のためにも、私が生贄になって恩返しをしたかったのです。しかしこれで恩返しができました。私はこのまままたここで暮らすつもりです。おばあさんには知らせずに置いておいてください。きっと悲しむでしょうから、あなたにはお礼に人魚の鱗を差し上げましょう。どうぞ受け取ってください。ってことでアイテム人魚の鱗を手に入れました。よく見たらあの人魚上半身裸なんですね。まあおばあさんのとこ戻らないのかなってちょっとね思っちゃうんですけど、せめて一言お別れを言ってもいいんじゃないかなと思うんですけどね。なんだろうね、行ったらこう引き止められて帰りづらくなるっていうあれかな。では先の方に進んでいきたいと思います。まあ、ここはねそんなに気にせず、普通にもうこんだけ HP があると突進していってもいいと思います。では次の目的地なんですが、マップがねこれややこしく見えると思うんですけども、意外とそうでもなくて、間違った道に進んでもすぐに行き止まりになることが多いんですよね。なんであんまり迷うことはないんじゃないかなと思います。HP がね意外と減ってるので、そこが心配ではありますが、ただ回復手段がね町に行って宿屋に行くしかないんですよね。さあさっきの扉に入らずに1個通り過ぎてここの場所に行きます。そうするとここに武器屋があるんですよね。でここの武器屋にこのファイヤーブレードという剣が売ってるんですけど、これがなかなか優秀なんですよ。間違えた、今盾を買ってない。レザーシールドですね。あとは多分戦士では装備できないので、でこのまま右に行って通常ルートに行かずに一回左に行きます。これ左に行くと何があるかというと、実はねちょっと戻って回復しに行けるんですよね。まあ、わざわざ行かなくてもいいっちゃ行かなくてもいいんですけども、何度も言いますがこれやられてしまうとねコンティニューができないので、まあ安全に行きましょう。さあここに来ると町に帰ってきました。まあ、宿屋に行く前にちょっとあのおばあさんのとこ寄っていきましょうかね。人魚のあの女の子帰ってこないっていうことをこれ知らせに行ったつもりが、おばあさん同じことしか言わないんですよね。戦士もちゃんと教えてあげえさ、ほんと。ってことで、宿屋に行って、あとはさっきの町に戻りたいと思います。では町に戻ってきたので、次はちゃんとしたルートに進んでいきましょう。じゃここの扉に入って、さあ別のまた洞窟に来ました。さすがにまた町の中に入るということはなかったですね。さあ毒に侵されてしまいましたね。たださっき中和剤をもう買ってたので自動で使ってくれるんですよ、中和剤は。非常に便利。
ってことで、また同じようにこの場所でレベル上げをしたいと思います。まあ、同じようにここから5つ上げてレベル16まで上げようかな。それではレベル16になったので、また同じように攻略していきましょう。こいつがね、反対向いてるとめちゃくちゃすごいスピードで追いかけてくるので結構怖いんですよね、これが。まあ、お金は正直このゲーム困ることがないと思うので、まあ、あまり無理して取らなくてもいいと思います。最後余りすぎなぐらい余るんで、こういうやり方してると。さあ、ボス来た。ウォームが現れた。これもね、あんまり難しく戦うよりかは普通にちょっとゴリ押しした方が楽で安全だと思います。バッケンはウォームの糸を手に入れた。あれかな、あの口から入ってた糸をそのまま取ったのかな。気持ち悪くてしょうがないと思うんだけど。さあ、このウォームの糸を取ったので、これでまた新しい土地に行けますね。まあ、このファイヤーね、便利は便利なんですけども、威力がむちゃくちゃ低いんでね、これが通常のあの刀の刀身の部分と同じ威力だったらすっごいありがたいんですけど。そしてこの下のあの雲が厄介と言ってる間にレベルがまた1個上がりましたね。ちなみにここに入るとこれちょっとした町があるんですよ。ただここはね、あんまり買い物できるものがなくて、ただ1個ね、すごいいいものが売ってるんですよ。この一番右のやつ、これね、たった500円で最大のヒットポイントを8上げるっていうものすごいアイテムなんですよね。なので、まあ、お金が余ってるんでね、買えるだけ別に買ってもいいと思うんですが、私は今回あえて買いません。まあ、その理由はまた後で説明することになるんですが、まあ一応動画だからね、その説明のために買ってないだけなんで、全然買ってもいいと思います。さあ、そしてこの場所に来ると、さっきのウォームの糸を使ってこの場所に行けるようになると。ここは確かね、上の方だったと思います。下行ったら何があったかな、ちょっと覚えてないんですけども、またパターン的には宝箱とかじゃないかな。さあ、ボスやってきました。クローリングケルプが現れた。まあ、こいつも簡単に勝てます。ここで剣を振ってるだけダメージを受けても気にしない。あれ、えらい強いな。場所が悪かったか。そして倒すと、これですね、エリクサーを手に入れた。これ1回死んでも自動で生き返るっていう、めちゃくちゃありがたいんですが、1個しか持てないんですよ。まあ、1個あれば十分ですけどね。最後使うかもしれませんけど、できれば使わずにクリアしたいなと思ってます。まあ、見てるとね、マップややこしく見えるかもしれませんけど、やってみるとね、非常に覚えやすくて簡単なマップなので、多分慣れれば全然迷わずにすぐ行けるんじゃないかなと思います。あれ、なんか今さっき敵がいたけどいなくなってる。まあいいか、ラッキー。さあ、なんか二日酔いのような状態の植物だいぶ飲みすぎたんだろうね、昨日さあ、この場所に来ると、バッケンはメイヤの花を手に入れた。さあ、このメイヤの花っていうのが、右まで行くと勝手に使ってくれるんですけども、
ここですね。バッケンはメイヤの花を煎じて飲んだ。体がみるみる小さくなった。これでね、体が小さくなって、こういうホビット族の家の中に入れるんですよ。ではここでまた新しい武器、これはソードオブスピードですね。これプレートアーマー、まあ、新しい武器になってね、攻撃力が上がったのはいいんですけども、さっきの火の玉出なくなっちゃうんですよね。あれ便利だったんでちょっと残念。隣の大陸はすでにバーログに滅ぼされたよう。どうか私たちを救って。ここは別に行かなくてもいい場所か。念のために回復はしておこう。レベル上がったんで多分ね、体力値かなり増えてると思います。176まで上がってますね。マックスはこれ255なんで、あれだ、あと少しかな。でここで、まあ薬草は使ってないんですけど、中和剤も使ってないのか。ではこの鍵だけ買って次の大陸に行きます。銀の鍵を買ったらまず隣のドアを開けることだ。ここですね。この旅人の門は隣の大陸につながっておる。気をつけて行きなさい。さあ新しい大陸にやってきました。ただまあ新しい大陸といっても地図がないんでね、どの辺に来たのかがちょっと分かんないんですよね。アベルの墓と書いてる。これ重要なんで覚えておきましょう。アベルの墓、勇者アベルってなんかあれ思い出すね。ドラゴンクエストのアニメを思い出しますね。さあこの雷はね、意外とこのギリギリで待っていけば、ただそんなに当たらないんじゃないかな。いや当時はでもここまで来れませんでした。当時は多分クラーケンぐらい行ったか行ってないかぐらいだったかな。邪魔だ、どけ。さあ今誰かになんか言われちゃいましたけど、一応あれイベントなんでね。さあここにも犬がいますね。バウバウでね、ここの場所に実は隠し要素があってですね、ここのツタのこの右側かな、この右側の方に向かってジャンプすると、宝箱、あの宝箱の中にはこれ、アミュレット・オブ・ドラゴンを手に入れた。これ何かっていうと、お金がね最大値になるっていうアイテムなんですよ。だからお金別に無理して貯めなくてもね、ここで勝手に満タンになるんですよね。で、まあ、もう一個だけちょっとねレベル上げたいので、ここでレベル上げをしたいと思います。さっきのドラゴンはね、手裏剣だと簡単に倒せるんですが、刀だとねめちゃくちゃダメージを食らうので、こっちの方が安全かなと思います。剣の場合は。さあレベル上がりましたね。ちょっとしょうもないことをしてドラゴンの方がもしかしたら早いかなと思って挑戦しに行ったらボコボコにされてしまったんでダメージを食らってますけど、やっぱりあれですね、余計なことはせずにちゃんとさっきのあのゾンビでレベル上げをした方が良かったですね。さあレベルが18、多分ねレベル18とか19ぐらいあればラスボスにはもう勝てると思います。このドラゴン強いんだよねやっぱり。避ける必要は別にないっちゃないんですけどもっていうか気にせずどんどん行った方が早いしね。
ここの場所もまあ落ちずに行くに越したことはないんですけども、落ちても大丈夫です。これだけ HP あれば多分強引に行っても普通に突破できると思います。でこの場所を右に行くとね、これさっきのアイテムが落ちてるんですよ、この命の鐘。しかも恐ろしいことにあれ何回でも拾えるんですよね。なので例えばここでね、今宿屋で体力を回復します。今マックス値が192となってますが、まあここから何回ぐらいかな、8回ぐらい9回ぐらいとかこうやって拾っては戻るを繰り返すと、さあそろそろいいかな。ここである程度繰り返した後に宿屋で泊まると、あら不思議HP ライフが255になりました。まあこんなことしても面白くないっていう人はね、あえてやらずにやるのもいいかもしれませんね。ではここで、このシールドとあとこの兜、これだけかな、戦士が装備できるのはこの2つを買うと、おなんかかっこいいね。で次にここの扉に入ると、この女の人、私の夫アベルは動物好きのとても優しい人でした。そんな夫を盗賊たちは、お願いです、私が生きているということの証にこのペンダントをアベルの墓に備えてあげてください。これでジーナのペンダントを手に入れました。まあ、このジーナという女の人はそのアベルという人の奥さんだったみたいですね。でさっきあのアベルの墓というのがありましたが、そのアベルの墓に今から向かいたいと思います。アベルの墓はここ右に行くと、ショートカットになってるんで非常にありがたい。まあ、ダメージ食らってもいいんですけどね、これだけ HP あれば。さあここですね、バッケンはジーナのペンダントを備えた。すると墓からアベルの声がする。私の名前はアベル。そうでしたか、妻は元気に暮らしていましたか。これで私も安心して天国に行くことができます。あなたにはお礼のしようもありません。私の墓を調べてみてください。これは私からのお礼の気持ちです。何かの役に立つよう願っています。さあアベルのペンダントを手に入れました。これで動物の言葉が分かるようになったっていう、あれですね、このゲーム上必要っちゃ必要ですけど、普通に考えたらそうないいらんなっていうこれから魔王を倒しに行くっていう戦士なのに動物の気持ちが分かってもと本来なら思っちゃいますけどね。まあまあ物語の都合上必要なものではあるんですが、このね、飛んでるあの死神みたいなやつ、あいつダメージ食らうと毒になるからちょっとだけ厄介なんですよね。さあここだ。あなたは僕の言葉がわかるのですか。僕の名前はリンリー。ご主人様のアベルには随分可愛がっていただきました。憎き盗賊の連中は壁の向こうにアジトを作っています。右手にある壁を押してみてください。きっとアジトへの通路があるはずです。どうか仇を取ってください。賢い犬だね。ことでここの隠し通路に入ると、さっきの盗賊ここにいましたよ。だ誰だお前は。我々のアジトを見たからには生かして返さんぞ。ファイヤーエレメンタルが現れた。そう、実はね盗賊だと思ったら魔人だったんですね、あいつ。
まあ、ここはねギリギリ剣が届くんで、遠距離でも遠距離じゃなくてもどっちもあんま変わんないと思います。ただまあやっぱり遠距離攻撃ができた方が楽は楽なんですけどね。さあこれでここのボスを倒しました。奇跡の笛を手に入れた。この奇跡の笛はここで使うと笛の音色が天高く届いていくって道ができるんですよね。使う場所がすごい近い。で、繋がってるのはここに繋がってると。まあ必要あったのかなと思うかもしれませんが、この後も確かに使ったはずなんで。ちなみにここに入ればまた戻ってね体力の回復できるんですけど、まあいらないかな。さあここでも奇跡の笛を使います。17ぐらいだしね、回復するって言っても。さあラストダンジョンです。早いねこのゲーム慣れると。まあレベル上げの時間が若干ありますけども、中和剤を使ったって出てきたんで今毒になってたみたいですね。ここは今までのダンジョンと比べるとちょっと構造はややこしいですが、まあ、それでもねそこまで難しくはないので、多分道を知らなくてもいけるんじゃないかなと思います。できればもう一個ぐらいレベル上げたいんですけど、上がるかな。その場合はちょっとどっかでレベル上げをしてもいいかなと思ってるんですけど、よっ。さあ中ボスですね、ジェリージャイアント。さっきの最初のボスの強化版かな。でも強化版といってもそんなに強くはなってないので、まあ、割とすぐ倒せましたね。さあお姫様いましたよ、こんなとこに。サラサ姫だっけ。あなたはもしや私を助けに来てくださったんですか。ああ夢のようだわ。私はサラサ、ディザール国王の娘です。バールは恐ろしい怪物です。ある日突然ディザールに舞い降りて、私はさらわれてしまいました。そして私は助けようとしたお父様はバールグの餌食に、え、まあお父様は元気でいらっしゃるの？きっと神様が助けてくださったのね。どこかにバールグの部屋に通じる鍵があるはずです。きっとバールグを倒してくださることを信じています。まあ、このお姫様の話だと、バーログにさらわれるときに王様はお姫様を守ろうとして大怪我をしたという話みたいですが、まあ、それもどういうことなのか気にはなりますね。うわ、まあ、レベル上げをするなら今の骸骨とかの方がいいのかな。ここがちょっとね若干大変な、あ、これここがちょっと大変なんですよね。下手したらこのゲームで戦士だって一番難しいのはここかもしれない。なぜなら剣が届かないから。よしよし、結構早かったね。よかったよかった。このドラゴンも結構強いから厄介。よし、余裕があればねあのドラゴンでレベル上げをしたいんですけども、でここを上に行って、さあこの宝箱、これにゴールドキーが入ってるんですよ。でさらにここに行くと、さあ武器屋、ここの武器屋
まあアイテム6つありますけど、そのうち4つが戦士なんですよね。これを見るとやっぱり主人公は戦士なんだろうなっていう気がしますよね。これで全部かな、これ買ったよね。残りはこれは僧侶と忍者の武器と防具ですね。さあ出ました、ゴールドセイント。ちょっと足元が寂しいけど、ただこの最強の剣やっぱりビーム出ないんですよね。ちょっと残念ですが、さあどこでレベル上げをするか迷うとこではあるな。やっぱちょっとドラゴン強いなドラゴンでレベル上げしようかなと思ったけど、ここでやるか。あれもしかしてドラゴンの方が楽。ここでちょっとレベル上げをしたいと思います。さあレベルが上がりましたね。これで18になったんで、19になったんで、あとはボスの元まで行きましょう。まあこれ右行けないんで、ここは登ります。あなたに神のご加護がありますように、早く逃げなさいよと思うんですが、やっぱ危ないのかな。まあ、ここから少しね戻る形になるんですが、帰りの道だけ間違えないように気をつけないと。よっ、あ、しまった。帰りの方が俺難しいなやっぱり。まあ道なりに行くだけなんで、そんなにややこしくはないとは思いますけど、若干ちょっと間違いやすい場所があって、さあここですね。ここじゃないか、この次か。これ確かね右の方に行けば正解ですね。あとは道なりに進んでいくだけです。ここまで来れば。さあいよいよラスボスとの戦いだ。あ違うわ、ウォームが現れた。まだその前に中ボスがいた。まあ若干ですけどもボスラッシュみたいな感じになってますね。意外と厄介だなこいつ。HP165、 これもう回復できる手段ないので、まあ、強いて言えばエリクサーがあるんですけどね。まあエリクサー使わずに倒したいですけど。よくぞここまでやってきた。しかし貴様など私の敵ではない。ここで朽ち果てるがよい。さあラスボスです。これがバーログですね。正直バーログはそんな強くないです。くっ、これで勝ったと思うな。もう撤退した。バーログは傷を負って逃げたようです。さあ一緒にディザールへ戻りましょう。倒したわけではなかったみたいですね。逃げただけみたいです。これね、わかりますかね、これ一番最初のお城ですね。そしてね、これ兵士がみんな倒れてるんですよ。王様がグフ。でまあこっちに行くと、まあ、最初のこの命令された場所ですね。もうここには王様がいないようなので、こっち側、ここを上に上がります。すると
おお、バッケンよ、実は大変なことが起こったのじゃ。お前が旅に出ている間に城にバーログが攻めてきて、この通り城は全滅じゃ。かくいうわしもこの通り傷を受けてしまった。嘘よ、この人は王様じゃないわ。あ、お父様じゃないわ。お父様がいつも身につけていた首飾りをしてないもの。気づかなければ良いもの。そう、実はね、もう最初から王様はすでに死んでたんですよね。この展開ちょっと面白いですよね。本物の王はもうこの世にはいない。貴様らが王と慕っていたのはこの闇の王バーログだ。いつの世も力のある者が世界を支配する。貴様はわしにとって邪魔な存在だったのだ。サラサをさらい、貴様をここから遠ざけ、旅の途中で朽ち果てるのを待っていたがもうよい。世界に支配者は二人もいらぬ。私自らの手で貴様を葬ってやるわ。さあ、バーログとの最終決戦、これがバーログの真の姿。なかなか強いんですよね、バーログ。でもね、忍者だったらね、あっという間に終わるんですよ。これが。さあ、倒しました。まあ、ここまでレベル上げるとさすがにね、ちょっと強かった程度でそんな大変ではなかったですね。やはり行ってしまわれるのですね。とても残念です。私もお供したいのですが、お父様亡き後、私がこの国を立て直さなければなりません。旅の途中、もしこの近くに立ち寄った時はぜひこのディザールに立ち寄ってください。その時までにはきっとディザールを元の素晴らしい国にしてみせます。ではお気をつけて、旅のご無事をお祈りしております。あ、バッケンさん。お姫様、意外と可愛いんですよ。大切なものをありがとう。思ってたよりも萌え絵なんですね。もっとなんかリアルな感じの絵なのかなと思ってたんですけど。さあ、ということでございましてですね、なんとか無事にクリアすることができました。まあ、時間にしたらどのぐらいかな、多分2時間ちょっとぐらいかかってるんじゃないかなと思うんですよ。ただほとんどの時間はレベル上げだったので、動画にしたら40分前後ぐらいなんじゃないかな。まあ、こんな感じでね、しっかりレベル上げをすれば決して難しくないゲームなんですけど、それでもやはりセーブができない、途中でコンテニューもできないっていう緊張感があるのはなかなかいいですね。まさにレトロゲームならではという感じがするんじゃないでしょうか。まあ、この動画がね、まあ、皆さんの攻略の役に少しでも立てば嬉しいですね。そう、ベストプレイヤーバッケンというふうに言っていただいてるけど、これ2人用でやったら変わるのかな。ここら辺はちょっとね、私2人でクリアしたことがないので、それも機会があればやってみたいなと思います。いや、でも本当にね、このゲーム思い出のゲームなんで、まあ、クリアできてよかったですよ。まあ、当時はクリアできなかったですからね。ということでございまして、ここまで私バッケンがお送りいたしました。またよかったら次の動画も見てください。ではでは、バイバーイ。